皆様お待たせいたしました、ラム家新年会。わあ、いやもう皆様元気で何よりでございます。はい、というわけで、皆々様お待たせいたしました、ラム家新年会とは、その鮮烈なイラストレーションで世界中をますます魅了する希代のイラストレーターラム様に生み出されたバーチャルな存在、通称ラム家のメンバーを集め新年の訪れを祝い交流する会だ。前回の2020年の開催から早2年、より増えた数多の子供たちの中から今回は9名の皆々様に来ていただいたぞ。イエーイ。このうちの一人、獅子丸ホムラは、ちょっと喉の調子が悪かったので、ホムラいる、コメント欄からの参加となっております。ホムラホムラホムラちゃんホムラちゃん見てるよ、故郷からのビデオレターみたいなおばあちゃんだよ、はい、ホムラおばあちゃんだよ。そして我らがマパウエ様、ラママことイラストレーターラム様を加えて会を進めていこう。ラム様どうぞよろしくお願いいたします。はい、イラストレーターのラムです。子供がこんなにたくさん増えて嬉しいです。今日はよろしくお願いします。おばあちゃんすごいね、目力すごいな、画面の。いや、もうすごい。目の迫力で、この絵のインパクトの8割ぐらいが成り立ってる。攻撃力。攻撃力強いんだな。よろしくお願いします。ね、よろしくお願いします。お願いいたします。進行はラム家長女、吸血鬼と人間のハイブリッドレディ、九条りんごが務めさせていただく。どうぞよろしく頼もう。それでは早速皆々様の紹介を兼ねてこちらのコーナーに進んでいこう。じゃん、ラム様私のどこが好き。どんどんパフパフ。さて、前回開催から2年の間にたくさん魅力的な子どもたちが生まれました。今回は全員を紹介しながら、前回の新年会以降に生まれたメンバーには、ラム様からのこだわりポイントや好きなところなどコメントをいただいていこう。前回の新年会に参加したメンバーにはその時コメントをいただいているので、ぜひとも概要欄からアーカイブをチェックしてくれ。それでは紹介していこうじゃないか。まずは魔界の貴族家、右上から、親戚同士の九条家より、北の九条夏目。トップバッターいただきました。Ladies and gentlemen, all of humans welcome。 人間の皆さんごきげんよう。猫又 and vampire 九条夏目です。世界一いい低音ボイスをしています。よろしくお願いします。イエーイ、すごい、なんかなっちゃー、すごい豪華な自己紹介が。なっちゃー。ではおつ、なあ、そうだ、夏目は猫股と吸血鬼のハーフで、猫の尻尾も見える長いポニーテールとインテーク、あの額のとこですね、インテークがチャームポイントだ。ASMR や朗読などその落ち着く声を生かした配信や好物のホラーゲームの実況などをやっているぞ。今日はよろしく頼もう。よろしく頼もう。あ、はい。さて、お次は同じく九条家より、ちょっと一個飛びまして、東の九条アンズ。私こそがフルブラッドヴァンパイア。今日はお酒飲んでません。いつもだいたいお酒飲んでます。九条アンズです。よろしくお願いします。今日は酒抜いてきましたよ。
アンツは九条家の中では珍しいフルブラッド、純血の吸血鬼で黒のメガネが目を引くな。九条家のアイドル印、この後紹介するライチと並んでの酒好きだ。今日よろしく頼む。アイドル印アイドル印アイドル印一応ね、一応なんかアイドルのコンテストとか出てるから大丈夫大丈夫。一応、アイドル一応ね、バラドルに近い一握りのアイドル一つまみ一つまみなんだはい、では、お次、九条家からは最後だ、南の九条ライチ。こんばんは、南の九条ライチです。伊達のヴァンパイアオークです。今日はお酒を飲んでいません。よろしくお願いします。こっちもお酒飲んでない。ライチも今日飲んでない。よろしく、よろめんまヴァンパイアオークのライチはなんといってもパワフル無類のメンマ好きであり、キザなムーブではラム家随一だ。アンズと同じく酒も好物だぞ。エコーがよく飲んでます。切った切った。それではお次に行ってみよう、沖縄の魅力を世界に発信する手段沖縄部より、双子の姉妹ししまるほむらししまるしずく。ではしずくどうぞ。はい、沖縄部所属でいつも双子なんですけど、今日は片割れがコメント欄にそこら辺にいるのでぜひ見つけてあげてください。僕の名前はししまるしずくって言います。よろしくお願いします。かわいい。シシマルしずくは水色のショートカット、目にかかる前髪が特徴だ。クールで格好の良い声と歌は姉ホムラをはじめたくさんの人を魅了しているぞ。今日はホムラがあのコメント欄からもうすごい頑張って参加してくれている。コメント欄から参加してくれている。めちゃくちゃホムラいる。すごいいる。かわいい。ホムラちゃん、ホムラいるよ。めちゃくちゃいる。すごい、ずっとコメント欄に。そう、もうあの何回投稿してもね、あのスパムとして認定されないようにちゃんとモデレーターにしておきましたから大丈夫です。そう、コメント欄から参加してくれているオレンジの方シシマルホムラはオレンジ色の大きなツインテールが特徴だ。妹しずくのことが大好きで、歌ってみた動画ではキュートでポップな歌声で活躍しているぞ。そして皆さんね、ここからは、前回開催以降ラム家にやってきてくれたメンバーだ、うん、ここからはラム様にもコメントをもらっていくぞ。まずは2020年8月の31日、前例なきラム家入りとなった未来から来たエージェントガンバルコ。はい、皆さんはじめまして、ナイスミチューブバンクのルカ、生さやルコ、ガンバルコって言います。よろしくお願いします。マネミーズイルガンバルコフロムフューチャー、よろしくお願いします。サヤンダタンダリモスデパン、よろしくね。すごい、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 ユニジャコもやってる、すごい。いや、すごい、福祉でやってるからね、ちゃんと。えらい、エクセレント。頭の上のマダコともどもラム家にやってきたルーコ、現在は2月の6日まで活動休止中だが、ラム家の一大イベントとして、はい、新年会に駆けつけてくれた。本当にレオよ、レオよ。いやー、こちらこそ皆さんと一緒にこうやってね、会えてお話しすることができてとても嬉しく思っておりますし、セナンブルティーム弾丸アンダープリンすごい、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 本当にすごい、うまい、すごい、とても嬉しい、ありがとうございます。はい、またラム様、アップデートの際のこだわりや、はい、この好きなポイントなどはありますでしょうか。そうですね、やっぱりあるよ、そりゃあるさ。あやっぱルーコはもともとね、こうあの未来っぽい SF なね、衣装をしてたんですけども、はい、この度、養子に迎えるということでね、はい、マッパーさんコーディネートを担当させていただいて、
まあ今までのね SF チックな衣装とはまた違う、ちょっとこう日常感の溢れるというかね、このに、うんうん、人間界に溶け込んでるような衣装と、もともと持ってた愛らしい髪型とか、まだこう、そういうアイコンは残して、ちょっとマパっぽく仕上げてみましたっていう感じで。あと一番のお気に入りポイント、やっぱ、あれだね、胸の部分のチャックの、ファスナーのループって書いてある。かわいい、かっこいい。これはこれやっぱね、最初仕立ててもらった時に、これクソダサじゃねそう、ちょっとね、あえてデフォルトで入ってるフォントを採用する。抜け感を意識して。抜け感が。ちょいださ変わるみたいな。こう、やっぱ見たね、ルーコって書いてあるから、ルーコって子なのかなって見たらわかるようにと思ってね、うん。そんな願いを込めたこのファスナーがちょっとお気に入りです。あー、よかったです。うわー。いや、すごいな。しました。終わりだ。では、お次、こちらも、あ、違う。間違えた。すまない、もうあれ緊張していた。お次は、ホノライブインドネシアより最強のゾンビアイドル、クレイジーオリー。バーイ！はい、そんばんは、すばかわいいゾンビアイドル、チャイラブルのようにおしごする、愛されている妹、クレイジーオリーと申します。今余計なこと言ったな。今余計なこと言ったな、オリーな。ハローライブ、インドネシアのコミケです。よろしくお願いします。難しいね。難しいからね。難しいね。なんといっても、オリーね、目を引くのはキュートな髪型に刺さる着脱可能な剣。2021年、最もラム家のメンバーとコラボした人物でもございます。生前の姿であるオリビアも注目の的だ。いろいろな姿ですごいキュートに活動しているな、オリ。いつもキュートだよ。そうだね、そうだね、一番キュートだよ。それはそう、That's right。 はい、ではラム様、オリのこだわりのポイントや好きなところなどはありますでしょうか。はい、そうですね、やっぱりこうね、なかなか普通の人間をデザインしないマパーはですね、今回もね、ゾンビの女の子ということでね、楽しくオリーを仕立てさせていただきました。で、オリーのお気に入りポイントはね、やっぱね、髪の毛の大きなお団子かな。やっぱりシルエットで誰かわかるようにしたいなって思って、頭に大きなお団子を2つつけてみたり、あとやっぱり頭にぶっ刺さってるこの剣ね。この剣、これはなんか、オリーがコラボした時とかに隣の人をブスブスさせるようにという願いを込めて、まさに今制作して、まあでも配信だとさすがに邪魔になっちゃうからダメかなって思ったら、運営さんがオッケーっすってオッケーっていうことでね、まあ、うん、最初にはね、オリーは武器が欲しかったのですか、運営さんはね、あ、オリーダメだよって言いましたよ。だから、あ、そうなの、そうだから、もらったの時はめっちゃ嬉しかったよ。いや、よかった。そう、あの頭の剣はね、マパが勝手にぶっ刺しました。何もよくこれは武器認定じゃないってことなんだ。装飾品なんだ。アクセサリー、うん、なるほどね、隠し刀ってことね。そう、うんうん、隠し刀ってことよ。はい、というわけで、ではお次に行ってみましょうか。大変そうだ。こちらも、2月19日のアップデートでラム家入りを果たした研究所育ちのバブカス。はい、みんなちゃん、はじめまして。趣味は飲酒とゲーム、あとサウナ、あと特技は才能をドブに捨てること。だから愛されている研究所育ちのバブカスです。どうも。あとバブカスっていうか、バブっていうのはインドネシアで奴隷という意味らしいです。はい、その話。バブね、バブね、バブ、バブ、奴隷姉ちゃん、バブ、バブ、バブ、キラキラアイドルじゃなくていいの？キラキラアイドルじゃなくなったんだ。というわけで、バブカスはなんと言っても、ランランと輝く無数の目玉にインパクトを受けるな。ラム様もいらっしゃるデザインチーム、ライライ校舎のデザインがグッズ等に多いのも特徴だ。ラム家3人目の酒飲みであり、ラムラーナをはじめゲーム実況を中心に精力的に活動しているぞ。
やばばここでまたラムラーナの話されるとラムラーナに縛られてるからラムラーナに囚われ続けて早なんでみたいな言ってないからなやっぱラムだけにねってこと ラムだけにね、うん、ラムラーナというゲームね皆さんあのスチームで買いましょうねあのスイッチでもね販売中なんでプロモーション受けてるの半分1円ももらってもいいよ仕事来てもいいんだけどなラムラーナ仕事が来てもねもうおかしくない、ね、案件だなというわけでマパウエ様アップデートの際のこだわりや好きなポイントなどはありますでしょうか、はい、やっぱりまあもう見ての通りこのギョロギョロっとしたねキモカワな目玉ですよねやっぱりこのアイがねもうめちゃくちゃこうニュルニュル動くのがすごい可愛いなと思っておりますあとはやっぱりもう一個ねあのルーコと同じでね、こう、三千と輝くバブの日。バブルーコよりも、そうですよ。いやいやいや、バブ選手の方がダサい。いや、こう、あえてデフォルトの文字を使うという、ちょっとね、こう、ダサカワな、このバブっていうひらがなですね。ダサカワやっぱね、見た人が、あ、この子バブって言うんだな、すぐに分かるように願いを込めてね。キモカワとかさ、つければ許されると思ってますいや、でも可愛いじゃん。可愛いじゃん。かわいい。まあ、かわいいって言えばね、何でもかんでも許されるみたいなことありますから。はいはいはい。まあ、かわいいからね。それでは、最後。あ、かぶってる。もっといじってほしかったですか幼稚園かなあ、はい。それでは、最後、今最も覚醒できるエナジードリンク、ゾーンエナジーの公式アンバサダー、ゾンコはい、おはゾンゾーンエナジー公式アンバサダーのゾンコです。なんか普段はツイッターとか YouTube でゾーンの情報を紹介したり、歌ってみた投稿したり、コミケにゾーンブース出没したり、なんかいろいろやってます。よろしくお願いします。皆様はじめまして。はじめまして。はじめまして。はじめましてだね、やっと。緊張してますよ。大規模コラボはこれがゾンコ初めて。そうなんです。リンゴ様以外と直接お話しするのが実は初めて。なんなら生放送も初めてでは。うん、そうなんです。初配信です。初生放送。すごいことだね。超記念日じゃん。いやー、そんなゾンコ新フレーバーが出るたびに公開されるフレーバーのイメージにぴったりな新衣装はゾン友の心を毎回わしづかんできた画面の前の皆様はどのゾンコがお好きだろうか。ゾンコ個人的にお気に入りとかあるか？もうどれもとっても素敵なんですけど、うん、やっぱり、うん、インフィニティゲートのあの真っ白な、いやわかるわかる、まだもあれ大好きね。どんこ新境地って感じでしたね、あれ。それではラム様、ゾンコ生まれた時のこだわりやそのフレーバーごとの衣装の中でマパウエ様のお気に入りなどはありますでしょうか？はい、そうですね、ゾンコはね、もともとバージョン1のあの、一個前の姿があって、まぁ、ちょっと、そんなに変わらないんだけど、今の状態はバージョン2という、こう、アップデートされた髪型なんですけど、やっぱり特徴的なのは、このね、眼帯と、大きなツインテール。で、画面に入りきらない。そう、大きいツインテールなんですけど、このツインテールは、こう、頭からね、こう、ゾーンを飲んだ時の、こう、覚醒するイメージで、こう、なんだ、シナプスが弾けるみたいな、脳から弾けるみたいな、稲妻みたいな、衝撃をイメージしてるみたいなシルエットなんですけれど、あとはやっぱ眼帯も、こう、眼帯つけてる女の子だと、こう、覚えやってもらいやすいかなとか、かっこいいかなとかっていう、そういうのを込めてデザインをしてみました。で、好きな衣装は、ね、マパもね、ゾンコと同じで、インフィニティゲートの、あの天使ゾンコちゃんはすごい気に入ってて、なんかなかなかね、今までこうかっこいい感じとか黒を基調にしてたゾンコが多かったんですけど、やっぱり白い真っ白白なね缶のパッケージだったので、それに合わせてゾンコも真っ白にしたらどうかっていう風に提案させていただいて、あれはすごいこうね、その今までのシリーズの中でも結構特別目立ってるというか、なかなかかっこよく仕上がったんじゃないかなと思います。これからも新しい衣装楽しみにしててください。楽しみです。よろしくお願いします。楽しみだな、うん、サントリーさん、インフィニティゲートグッズ買ってください。お願いします。お願いします。
イラスト集まってまーす。いや、出せるぐらい描いてるよね。そうですね。コメント書いていただきたいので、ぜひ。いやー。薄い本待ってまーす。待つな。ますます盛り上がるゾーンと盛り上げていくゾーン、これからも目が離せないな、というわけで衣装誰も彼も魅力的な、ラム家より、9名のメンバー今回の参加メンバーでございましたが、まあ、あのラム家ね、実はもっといるんですけど、今回ね、いろいろな事情で参加できなかった方が、何名かいらっしゃいます。で、そのうちですね、とある人物からビデオメッセージをいただいておりまして、ちょっとなんかどちら様な、低音ボイスの方ちょっと見てみましょうかね。いきますよ。いや、新年明けましておめでとうございますっていうほど新年感はなく、フロムダスティルドーンって感じなんですが、ご機嫌いかがでございましょうか。新人バーチャル YouTuber バケンでございます。いやー、しかし一度が返してめでたいでございますね。私は会いませんが、とにかくめでたいことだと思います。ま、私はね、いませんがね、そこにはね、めでたいんでしょうか。めでたいって何でしょうか。何がめでたいんだ、こんにゃろ、浮かれてんじゃねえ。要は大 VTuber 時代だ。七つの海を駆け抜けろ。馬券でございます。どうしてなんだい、凛之助殿。拙者も新年会に出たかったでござるよ。もう共演者をちぎっては投げの八面六臂の大活躍を見せるところでございましたのに残念だ。まあね、私もね、まあ忙しい身で、まあ予定がね、まあありますし、すごい、エーペックスのランクとか上げなきゃいけないし、今、ね、もうめっちゃトイレ掃除とかしてるし、お風呂場のカビ取りとか、すごい頑張ってるし、ね、まあ、すごい忙しくて、まあ予定がぎっしりなんで、まあ出れたかどうかって言われても、それはまた分かんないところがありますけども、まあ、私もね、ぼちぼち健康をね、取り戻して、活動再開に向けて頑張っておりますので、まあ、私からね、ラム家に言えることは、ただ一つでございます。ちゃんと、定期的に、健康診断は受けましょう。以上、馬券でございました。はい。なんだこの人。なあいつ。なんだ。口の中でしょ。はい。ミュートだって。ミュート。金吾くん。失礼いたしました。もう一度言いますね。ミュートで。はい、というわけで、馬券 VT ことビギちゃんでございました。ビギちゃんは、もちろん今回ね、ビギちゃんにも招待送ったんですけれども、大人数が苦手で恥ずかしいからっていうことで、今回の時代に。そこは普通、再放送。そうそう、再放送。ページバっていうの面白いな。これからも増え続けるラム家、どうぞよろしく頼もう。もうラム家の全部を愛してください。乗り込むか。ノラで待ってしてる。待って以外で再開やろうね。というわけで衣装、マパウエさん、ラム様、私のどこが好きでした。全然疲れてる。それでは、セッタさん、お世話になっております。知らない方のために説明すると、セッタさんはマパウエ様のご友人です。あ、ご友人様。実質うちらの親戚。すごいんだぞ、セッタさんは。もう呪術廻戦のお仕事ね。セッタさん今日ね、皆さん作品を見に行ってね、一番最初からずっと待機してくださってた。普通にファン。
これからもまだまだお楽しみください。それではお次のコーナーに参りましょう。お次、ラム家はどっち？究極の選択。うわー、わー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 。さあ、ラム家メンバー紹介してきたが、それぞれがどんな人物かまだまだ皆様知り足りないんじゃないでしょうか。というわけで、今からラム家の皆様に選択が難しい究極の質問を2つお出しします。それぞれ選択肢を2つ用意するので、どちらかお答えいただこう。ラム家はどっち派が多いか、みんなで見ていこうじゃないか。それでは最初の質問、もし生まれ変わるなら犬、猫？というわけで、事前にご回答いただいております。一瞬我がシステムと関係上動かなくなりますが、気にしないでください。汚いちょっと、ね、今日アホが急遽でやったことが今日いっぱいあるから。というわけで、ラム家はどちらが多いのか、もうざっくり言ってしまいましょう。猫派が多かったです。猫派が多いです。猫がいいよな。だいたい4対6で猫派が多かったです。あ、でもほぼほぼ一緒なんだ。ほぼほぼ一緒な感じだな。ではそれぞれの陣営の方々に、はい、お話聞いていこうか。では全部消されるとかない？ね、大丈夫？デートで負けたら消される。そういう究極のデスゲーム。デスゲームこれから始まる。今夜行われる。ゾンビになっちゃう。ゾンビになっちゃう。もう一回死んでいらっしゃる方がいる。ではそれぞれ聞いていこうか。夏目、犬に入れてますね。さあ、あなた当たり前よ。だって猫またよ。猫またはもう一気に飽き飽きしてるの。田舎のなんかおばあちゃんみたいな。確かに。人派か猫派か聞かれたら人ってなかなか言わんもんな。まあ、確かに。そうそうです。でも生まれ変わるなら人っていう人間はいるんじゃないか。まあ、秘訣ですよね、やっぱりね。なんか生まれ変わるならか。生まれか、うん、私は探求心が旺盛な方だから、なったことない方になってみたいってことや。なるほどな、うん、そういうこと。ここであの追加情報なんですけど、実は九条家全員犬を選んでいる。あ、そうなの？ちょっと待って、入れ。そう、やっぱ猫だよなとか言ってなかった。あ、失礼失礼失礼、間違えました。アンズは猫でした。アンズは猫でした。失礼。アンズのみ異端者です。もう一度言います。アンズのみ異端です。アンズのみ異端です。アンズのみ異端です。異端者。異端者。異端者。声だ。吊るされるわ。アンちゃんが死んだ。でも確かにアンズは猫っぽいかもしれない。アンちゃん猫が一日中寝ていたいので猫です。これね、この九条家、我も犬派なんですが、夏目、ライチ、リンゴでアンズがいなくて、じゃああと誰がいるんだっていうと、あのオリーとマパウエ様、ラム様なんですね。嬉しい。みんなでお散歩行こう。犬ね。みんなで公園にお散歩行こう。オリーは犬がいいか。そう、だってね、猫は尻尾をそんなに早く振ることができず、可愛くないよ。なんか可愛いよ。変な意見出たな。尻尾の速さ。なるほどね。尻尾を早く動かしたいんだね、オリーは。ね。確かに振ることができます。ぐるぐるしないね。って元気よく言ってるけど、全然なんかわかんないけど。逆にラム様は、では犬派。やっぱね、こう犬を飼ってるんで。ああ、麦ちゃん。麦ちゃん。やっぱりね、いいよねって思って。やっぱ犬はこうドッグランに行くじゃない。竹馬は可愛い。そうそう、ドッグランがね、面白そうだよね。やってみせる。そうそう、そうそう、マパンもやっぱこう坂道のやつとか登ってみたいしね。いやでも猫も
こう家のすごい高いところとかにピョンって行けるもんな。うん、いや悩むな。でもやっぱ犬かな。犬になったらね、犬と喋れるしな。楽しそう。マッパーベ様意外とアクティブな方でいらっしゃるから、すごい意外かな。意外だね。いやいやいや、マッパもこの2ヶ月で2回ぐらいしか外出てないよ。仕事やな。仕事アクティブな無縁のこんなご時世だからね。まあ、そうそうそう。では、猫派のご意見聞いていきましょう。ガンバルコ、やっぱ猫2匹飼ってるんだけど、やっぱその顔見てると、あの気楽でいいなって思う時ある。猫は猫で大変よ、きっと。大変よ、大変よ。なりたいな、みたいな、口なりたいな、猫みたいな気持ちになったりする。可愛いっすね。オリーさっき尻尾触れないって言ってたけど、尻尾を触れれよ、早く。喧嘩すな、喧嘩すな。これは猫の喧嘩。尻尾あたり勝負だよ。来世生まれ変わったらオリー犬でルーブルー。犬猫戦争。犬猫戦争。キャットファイトじゃなくてキャットドッグファイト始まっちゃう。そうじゃん。なんか猫がいいな。いや、やはり飼っていると。それになりたいって思う方が強いんだな。そうかもしれない、ね、そうかもしれない。可愛いって日々思う瞬間がたくさんあるから、すごい魅力をたくさん知ることができるんだな。では、お次、しずくはなぜ犬派に。犬派に入れてた。猫派だ。あ、違う、猫派だ。すまない、すまない。我が犬派だから。犬派だ いや、なんか、ご飯がドッグフードよりキャットフードの方が美味しそうだから。ご飯ね、ご飯ね、確かに。理由そう、うん、うん、ね、なんか水分量多い方がいいなと思って。あ、食の問題なんだ。しっとりしてる方がね。猫しっとりしてるもの食べてるイメージあるわ。うん、人間は普通にドッグフード食べても美味しくないけどね。へぇ、キャットフードも美味しくないんじゃない。キャットフードは食べられるらしい。一応ドッグフードも、キャットフード食べてるの一応。あ、ダメだし、ちょっと待って、猫缶つまみに酒飲んでない。この猫缶うめぇって猫缶だったか。一応なんかドッグフードもキャットフードもどちらも人が食べれるものはあるらしいな。シンプル好みじゃないのかな、ドッグフードは。犬のおやつとかも別に食べれるよ、普通に。そうそう、一応ね。じゃあ食べようって思わないじゃないかな。まあ、食なかなか大事ですね。では、お次、ゾンコ、猫派。はい、うん、猫派ですね。やっぱり好きな時に寝たいなっていうのと、犬と猫比べた時に猫の方がゲームとかパソコン触りやすそうだなって思う。猫ね、確かに。なんか猫の方が器用そうというか、爪でガッカってできそうじゃないですか。確かに、確かに。いや、でも犬も、うちで飼ってる犬もよくこう、あの馬娘やってると押してくれるよ、ポチポチポチ。かわいい。課金画面で連打してくれる。いい。めっちゃ働かなそう。いや、すごい、それぞれのご意見が出ました。ホムラちゃんはどっちなんだろう、ね。そう、ホムラも。あ、確かにホムラどっち？猫って書いてますね。猫か。あ、お。だろう。確かにね、すごい。ちなみにだけど、バブは紹介されてないけどね。すまない、猫さんすっかり紹介したもんだった。怖い、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 怖い。バブカスちゃん、落ち着いて、やめて、やめて。すごい、ちなみにだけど。なんかもう喋った気になってたよ、バブカス。元気あったからもう。お腹痛い。
猫ね。鈴木さんが猫派だから猫なんだって。あなるほどね。ああ、なるほどね。なんでこの話に参加できるほうちゃんはいいよね。バブは。ごめんって、ごめんって、悪かったって。バブは？バブは犬派？猫派？どっちだい？すごい。ロムさんに優しく言ってもらえた。どっちだい？やばい。お腹痛い。ちょっとミュートにする。はい先生、はい先生、オリーちゃんがどっちにも投票してました。おわー先生本当だ、本当投票入って本当これは、これは審議、さっきの尻尾談義は何だったのか。確かに実はうちめちゃくちゃ投票やってるってことをギリギリに知ってギリギリに入れた。いやそうマパ見てたぞ。マパもね投票してなくて慌ててやべって入れようとしたらねめちゃくちゃリアクションの数字が増えまくってるこれ今投票してるなこいつらと。そのうちのじゃあ2票はオリだったんだね。確かに上も入ってたんだよ。オリ、オリ1番にも2番にも入っているが、どっちも選んだぞ。ちょっとボタンって押したくなるからね。身に覚えない。ボタンって押したいもんね。あんま押したい。ちょっと日本語わかりません。そうやね。逃げるな。逃げるな。便利だな。ほんまに日本語わかってる。絶対わかってるよな。難しい日本語。日本語わからない。わからないです。もう一回食べてください。もうわからない。わからない。英語難しいよ。バブの意見聞く？バブの意見。あ、バブ。それない。みんな、みんなバブには興味ない。泣かないでバブ。かわいそうなバブ。バブがいなくてもみんな楽しそうで。バブ、バブ。バブ最高だ。存在感感じてるよバブカス君の存在感もバッチリ。はあ、本当に次行こうぜ。次行こうぜ。本当に。次行こうぜ。はい。本当に。悪め。では次のテーマ行ってみよう。お次は。超能力を得るなら瞬間移動、空中飛行というわけで、まあ、あの、家庭を楽しむことのできる空中飛行か、もうすぐにどこへでも行くことのできる瞬間移動か、どっちがいいか、それぞれのご意見聞いてみよう。ちょっとあの、不正投票がないか、もう一回チェックします。選挙管理委員が、ってことしてる。怪しいです。オリが怪しいです、先生。もう一回、もう一回、ごめんなさい。そうです。私の日本語。オリ、難しい。何で選んでますか？はい、というわけで、今回ですね、ラム家は、瞬間移動7、うん、空中飛行2で、瞬間移動の方が、多数派でした。我も瞬間移動派です、では少数派2人、このラム家の中でたった2人残った、方々誰なのかと申しますと、夏目とオリーでした。ナイス、夏目でいいね。いいじゃん。実はオリーちゃん2つ投票してても続きってことないですよね。大丈夫大丈夫、ちゃんとちゃんと確認しましたんで。オリーとなっちゃん空飛びたいのか。いやでは、夏目から聞いてみようか。なぜ空中飛行に？いや私ね、瞬間移動選ぶ気持ちはわかる。それも瞬間移動は便利なのすごい、でもね、空中飛行はロマンがあるの。あ、いや本当にわかるわかる。ロマン飛行ってことね。だって皆さん空飛んでみたくない？飛んでみたい。なんか肌乾燥するかもしれんよ。そんなんだ、心配。どこ行く？風圧はすごそうだけどね。確かにね。化粧水をいっぱい塗っていけばなんとかなる。そこら辺はなんかいい感じに良くなるのよ。骨ごしぎでね、超能力だから。
ではオリーはなぜ空中飛行に？飛ぶことができれば、なんだろう、注目の的となるでしょ、になっちゃう。そうそう、ね、あ、人気。そう、人気になるよ。あ、そしてね、テレポートする力を持っているなら、人々は、私たちにたくさんの恩恵を求めると思う。なるほど。なるほど。なるほど。確かに。軍とかに捕まるかもしれない。人体実験されちゃうもんね。やばい、マーベルの世界線じゃん。ゾンビ実験されちゃうかもしれないもんね。空間移動するゾンビは確かに捕まえられるな。空中飛行するゾンビは撃ち落とされちゃわない？でも大丈夫。逃げられないような気がして怖いよ、そっちの方が。確かにな。スピードにもよるか。でも、すごくわかりやすかったね。というわけで、空中飛行2人の意見でした。ではね、瞬間移動の意見聞いていきましょうか。まあ、今度は忘れないでしょ、バブカツ。ちょ、もう忘れないように最初に言っとこう。そう、忘れそうだから最初に言っとこうと思ったんですよ。そうそうそう、忘れそうだからね。あれ、何せ石橋叩いて渡るから。そうなんだ。優しさだよ、優しさ。バブがね、スルーしてほしいって言うんだったらスルーしてもいいんですけど。いじめだ。かわいがりだよ。やばいな。まずは、普通に、家庭よりも結論が欲しいということです。結果を求めるタイプね。家庭よりも結論が欲しいってこと。なるほどね。喋ってる時も要点と結末を言ってほしいから、途中の、無駄な話とかいらないってことなんだよね。マブカツの話聞くのやめない。なんかもう他の人してルコさんとはこんな聞いてもらってもいいですか？バブカツさんのためから消えてもらってもいいね。バブユキ、ここでディレクトいないで。ごめんね、ごめんね、オリちゃん。そうだよね、みんなと仲良くどうやっていい顔するんだ。こんなだけで覚えてるよ、お前はね。まあ、そういうことですね。まあ、普通に寝起きとかで、どっかにね、ぴょんって行けるのが便利だなっていうのが、ギリギリまで出ていかないですね。そう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 。という感じです。はい。では、次、では、ルーコー。なぜ瞬間移動に？未来だとね、実は、飛んでる車とか珍しくないよ。だから、ちょっと違う方がいいかなっていうので、そう、この間ね、I can fly だよ。そう、I want to travel instantly だよ。うお、すごい。エリート。エリートもあるし、やっぱルーコは、まあ、結果よりも家庭を大事にしたいし、あるんで。すいません、意見いいですか？はい、どうも、バブカツさん。やっぱり、言うのちょっと良くないみたいなのね。ちょっと弾丸論破始まったんですけど。はい、です。さっきママ何言おうとしてたの？あ、いや、この間さ、どこだっけな、どっかの海外で、空飛ぶ飛行機がとうとう開発されたってニュース見た。空飛ぶ飛行機？違う。空飛ぶ車って言ったの。空飛ぶ車、はい。何？空飛ぶ飛行機って当たり前のこと言わないで。頭痛が痛いだよ、それ。空飛ぶ車って言ったよ。フライングエアプレーンですか？ノブノブ、フライングエアプレーンは当たり前だから。空飛ぶ車が開発されたの？空飛ぶ飛行機ってなんだよ。もういいよ。これ誰か切り抜くんでしょうね。やばいね。誰かがね、切り抜いてくれるから。次の人に行こう。では、諦めた。お次の方。雫はなぜ瞬間移動に？
バムカンちゃんが言ってたみたいに、うん、遅刻しそうな時に間に合うっていうのと、うん、単純に空飛んでる時に鳥とかのスピードで来られたら避けられる自信。あー、バードストライク。バードストライク。レンリーのためね。絶対無理だから、ちょっと安全地帯で行きたい。結構怒っちゃうかもしれないもんね、あのスピード感。つばめてるとやっぱ瞬間移動もあれよ、やってるうちに自分が本当の自分か分かんなくなってくるかもしれないわ今。そんなことあります？そうやな、インターネットメーカーだわー。瞬間移動する前の自分とした後の自分は果たして一緒なのか、どういうことで自分はこの空間を移動してるのか。哲学やめよう。ちょっとそっちの哲学やめよう。来る皆さん、週末に、なんか哲学の会かなんかでやってください。というわけで。ディベートするしかないな。ゾンコ、瞬間移動に票を入れているが、なぜだろうか。素晴らしい。そうですね。あれですよ、空って将来的に飛べそうだと思うんですよね。あ、技術でね。飛べるらしいですからね、ルーコ曰く未来が来た。飛べる飛びになるからね。そうだね。って考えたら、やっぱり瞬間移動が現実的じゃないので瞬間移動したいですね。あー、もうこの意見に集約されてる。そう、これ、これや。これや。やっぱこれや。バブが泣いちゃう。バブが泣いちゃうから、やめてあげて。なんでですか。そういうふうに作ろうとするんだ。そういう来た瞬間後に怖いな。そういう来地はなぜ瞬間移動に？ああ、うち、ね、うちの初恋の人である。初恋孫悟空という孫悟空宇宙人がいるんだけど。ああ、ドラゴンボールの方。はい。いや待ってよ、悟空瞬間移動するだろ。する。だから一緒にデートできるかなって思って。あ、空中飛行もするでしょ。空中飛行もする。ライト飛行もするわよ。雲乗るじゃない、雲。ライト乗るよ。はいはい。すごいのはデートにならんくないか。ライト、すごい残酷なこと。遠い腰に行けるよ。すごい残酷なことを言うんですけど、孫悟空の瞬間移動って、なんか体の一部触れてれば一緒に行けるんですよ。あら、だから手つないで行けば普通にいい。でもなんか手つなぐとか言ってたから言っちゃう。無理だよ。デートなのに何を言ってんだよ。腰抱かれただけで本当気絶するかと思ったんだからな。だから、ね、いいよ、一緒に移動できる。でもなんか武空術で一緒に手つないで空飛んだ方がこう楽しいかもしれないよ。でも遠い星には行けないじゃん、武空術だと。なるほど。遠い星に行きたいのか。うん。ティティからも、もう、既婚者だよってコメントの人言ってた。既婚者。それは、僕を既婚者っていうのなんかすごい違和感。だからうちはそう、奥さんとも一緒に行きたいから、二人を。なるほどね。なるほど。父連れて。二人を眺めてたい。眺めてたい。二人を眺めてたいから。あ、そっちなんだね。そうそうそう。そういうわけで、ライチの乙女心が分かったところで、では、アンズ、なぜ瞬間移動に。私先日までクソ社畜やってまして、終電間近になっても電車気にせず帰れるから瞬間移動がいいかなって思います。終電にしないで。辛い。社畜になっちゃう。もっと社畜になっちゃう。瞬間移動。ごめんなんかしんみりしちゃったね。でもちょっとここで元気欲しいですね。ホムラはどっち派なんだろう。ホムラちゃん瞬間移動って言ってた気がする。瞬間移動、やっぱり瞬間移動の方が多いな。ではラム様、マパウエ様はなぜ瞬間移動に。マパはね、めったに外に出ないんだけど、定期的に整体に行ってこう体が壊れてないかを見てもらうんですよ。メンテナンスで、すごい家の近くのお店なんですけど、もう予約時間の5分前ぐらいまで作業してて、出たくねえ、めんどくせえって思いながら、もうギリギリに出るんですよ。で、それだと間に合わなくなっちゃうから走るんですよね。で、走ると筋肉とかが運動しないからパンパンになっちゃうんです、すぐに。
だからなんか整体にせっかく行ってこうほぐしてもらったりするのに行く過程でパンパンになってたら意味ないよなって思って瞬間移動ですね、うん、あもうフルの状態で整体するためのそう絵描きってもう本当絵を描く能力以外どんどん衰えていくからさあでもなんかちょっと前まで運動してたって言っていらっしゃいます。確かになんか運動なんかね。いや、でも、そう、運動しなきゃと思って、エアロバイク、家で使えるエアロバイクを買いはした。あ、なんか、買う人じゃん。買ってみた。買った。買ってみた。YouTuber みたいなことしてる。今、後ろに置いては、置いては。あ、置いてはいいわ。オブジェってこと？そうだね。資料にしようかな。ライオン一緒にこぎに行こう、ライチ。そうだね。マッパ上様んちに一緒にこぎに行こう、エアロバイク。すごい静かな。いいエアロバイクで静かだからさ、マッパが作業してても後ろでこいでても全然気づかないぐらいだった。こぎ行こう、こぎ行こう。本人に気づかれないよ。やばいね。チャレンジしようよ。今漕いでるか漕いでないか漕いでないか後ろ振り返ってリンちゃんが我ははい皆さんと同じようにですねギリギリまでこうなるべく布団の中にいたやっぱ似るんだな。やっぱりだね。そう、やっぱママに似るんだね。本当にいっぱいいっぱい東京のアスファルトを歩いてきて、で帰り道の足の重さといったら、そう、リン、いや勘違いしないでほしい。リンちゃんはママには似てないよ。リンちゃんはアスファルト歩いてるから、マパは歩いてないから。確かに。歩いてるか歩いてないかっていう。帰りヘトヘトになりたくないっていう。そう、マパなんかと一緒にしちゃかわいそうだ。ごめんなさい。ママと一緒にしてごめんなさい。そんな失礼でした。そんなことあります。ごめんなさい。というわけで、皆々様ラム家のこと、知れたのではないでしょうか。視聴者の皆様はどんな選択をなさいましたか。以上ラム家はどっち？究極の選択でした。さて皆さんもうエンディングのお時間となってしまいました。もう夜遅いから。そう。というわけで、さて、改めて今回の新年会も視聴者の皆様も、そしてラム家の皆々様も集まってくれたことこと、心より礼を言おう。残念だが、そろそろエンディングのお時間だ。告知のあるものはいるだろうか。逆に、告知のない人から言った方がいいですか？ない人って言った方が口のない人か口のない人じゃあ順番に言っていくって、告知ない場合はないですって言ってください。じゃあまず最初右上から夏目。ないです。ないです。はい、ではお次ライチ。はいはい、あります。はいはい、じゃんというわけでじゃん、こちら2月4日、もうあとなんだかんだ5日5日、4日ぐらい、もう31日なんであと4日ですね。はい、そっか、もう4日の、金曜日かな、うん、にこれはうちじゃないんだけども、バーチャル友人である水木エイトこと通称エピトの3周年記念ライブがあります。そしてそこになんとうちもゲストとして歌ってちょっと踊っちゃいます。おー、すごい、楽しみだ。ビジュアルがかっこいい。楽しみ。これほんとすごくて、すごい。 VR チャットでやるんだけども、なんと YouTube で無料で見れちゃいます。おー、誰でも。なのでよかったらぜひぜひ見に来てください。よろしくお願いします。はい、
ぜひとも皆さんチェックしてみてください。ではお次、アンズ。あんちゃん、九条家引っされて告知があります。 ありがてえ、ありがてえ、何も言わねえな。ありがてえ、はい、ないです。あるでしょ。いや、ワルも完全に忘れてた。2月12日、はい、セイネットおしゃべりフェスがございます。こちら九条家4人です。珍しく4人揃ってのネットおしゃべりフェスなので、よかったら遊びに来てくれたらいいなと思います。チケットですね、先ほど20時に販売開始いたしましたので、よかったら来てくれな。タイムテーブルこれよろしく。1対1でね、おしゃべりできるからね。1対1でしゃべり、一緒におしゃべりしましょう。ぜひともよろしく頼もう。頼もう。はい。では下に行って、獅子丸しずく、なんか告知あるだろうか。ないです。はい、ないです。はい。ではバーカス。はい、2月20日にワンオンワンっていう1対1で、VR とか使うとなんか目の前にいるよみたいな、トークショーみたいなのに参加しますので、それが、2月の7日にチケットが販売開始です。あと、最初の紹介でも言われたんですけど、2月19日がババがこの体をラムさんにね、出産していただいた日なので、その日に、はい、ちょっと産んでくれてありがとうママ配信をします。おお、素晴らしい、ありがとう。まぶかす。本当に産んでくれたのママだよね。なんか不穏な感じやめてよ。以上です。はい、レオヨ。ではお次、クレイジーオリー。はーい、はい、3月19日から違うです。まだ違うです。はい。あ、まだ違った。なあ。まだ違った。はい、いっぱいあるからね。それ。はい。3月19日から20日までホロエクスポがあります。ホロメンバーが全員が参加しますので、オリも参加しますから、今すぐチケットを購入してください。コンサートもありますので、お楽しみにください。イエーイ。イエーイ。大人数だ。すごい人数だ。はい。はい。いざです。いつかね、ラム家もこのぐらい増えるんでしょうね。やばいな。毎年、毎年。記念イラストとかだけで俺一生安泰かもしれない。頑張って。弟と妹が欲しいです。欲しいです。ママ頑張って。頑張っちゃうぞ。はい、レオヨー、レオヨー。ではお次、ガンバルコ、何か告知等あるだろうか。はい、まずは皆さんで集まることができて、ラム系入りできてとても嬉しく思います。ありがとうございました。 It was a pleasure to have you all here. ありがとうございました。そしてですね、告知っていうほどじゃないんだけど、現在格闘休止をしていて、2月の7日に活動を再開するっていう運びとなっておりますので、皆さんね、2月の7日、活動再開した暁にはガンバルーコを見に来てくださるととても嬉しいなと思います。 I'll be back in action on February 7th。 よろしくな、 Please wait a little longer。 よろしくお願いします。ありがとうございました。トリマッカシサバジパラギ、ありがとう。すごい、すごい、よりグローバルに喋ってません。なんならグローバル、グローバイド。ありがとうございました。ではお次、ゾンコ。はい、昨日、昨日イエスタデイ、今度こそ、はい、今度こそ、画像お願いします。はい、ゾンコのチャンネルにヒーローっていう楽曲の歌ってみた動画が投稿されました。以前こちら開催された歌いきれたらプロ級チャレンジというキャンペーン用に千の蔵さんに書き下ろしていただいた楽曲なんですが、早口とか高音とかすごい頑張ったんで、よかったら聴いてもらえたら嬉しいです。そして今日はお呼びいただきありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです。いや
こちらこそ本当にいいお話できて嬉しかった。やっと話せたしな。皆さんとお話できると思ってなかったので本当に感無量でございます。いい子だこれからもあるよ。いい子だぜひぜひまた遊んでください。ぜひともぜひとも、そう、本当に歌ってみた動画素晴らしかったんで、皆様見てもらえたらば幸いだ。では最後マパウェ様何かございますでしょうか。まあツイッターを見ていただくというのはいい話です。まあでもそれで言うと最近の大きなリリースで言うとね、うちの家族もやっていただいてますが、はい、テクノロイド、はい、テクノロイドというね、今日アップデートありましたからね、アプリをよろしくお願いします。がリリースされたテクノロイドのね、ユニゾンハートというアプリの、キャラクター原案を務めさせていただいております。絶賛配信中ですので、皆さんよければ、ぜひぜひ。よろしくお願いします。九条りんごはカラクリ紳士推しです。よろしくお願いします。スタンドアップのライブの告知多すぎるからな。そうそう、男性キャラクターをね、たくさん書いたので、ぜひぜひ見てみてください。よろしくお願いします。はい、ぜひともよろしくお願いいたします。というわけで、それでは、ここら辺でこたびは改めて集ってくれたこと、レオよレオよ、2022年もますます活躍していくラム家、そしてラム様をどうぞよろしく頼もう。またラム家新年会2023もできたらいいなでお会いいたしましょう。それでは皆々様ごきげんよう。ごきげんよう。